とブレーキはどうだったですか。まあ、どの車も破綻をきたすような車はもちろんないんですね。300キロバーで出る車ばっかりですから。今回200キロからフル制動を5回、1台につき5回を7台分やったんですけども、まあ、昔だったら大変なことになっちゃう、その鋳鉄とセラミックは明らかにやっぱり制動距離に差があります。ありますね、はい、やっぱり総じて、セラミックの方がもちろんいいですし、まして今はそのブレーキ あのローターが温まってない状態からでも、かなり1回目からいい制動距離を示して、ずいぶん進歩してるなという、やっぱりそのセラミックコンポジットになった成果だなと思って。200キロで、まあ、僕はそんな乱暴なことしたことないけど、思いっきり踏んだ場合に ABS が作動しそうな6、要するに6点に近づいた感触って起こるもん。車によってその辺のセッティングがすごく違うのが今回分かりまして、一番こう特徴的だなと思ったのが911ターボ S なんですね。で、やっぱり唯一リアエンジン車ということで、200キロから踏んだ瞬間に ABS が四輪に細かく入り始める車って911だけだったんですよ。で、他の車はさすがに踏んだ瞬間に ABS は入らないんですね。で、あの200キロから急制動どんなに与えても ABS は介入しないんだけど、6点までいかないんですよ。ただし大体時速100キロとか80キロぐらいまで落ちてくると、そこから急に ABS が引き出すんですよ。だからそういう911みたいに変わったセッティングしてる車って一台もないんですけども、逆に911は200キロで踏んだ瞬間から ABS が、入るほどまで動力がいきなり上がっちゃうんですね。でもその代わり四輪で ABS でこうコントロール、ブレーキがつまんだり離したりすることで、こう車が蛇行するのはやっぱり抑えてるんですね。じゃあ不安な現象は起こらない。起こらないんですよ。だからポルシェはこれで安定性を得てるんだなっていうのを初めて理解できて、しかも制動距離も短いわけですね。はい、短いんですね。そう、これもね、さっきのあの GPS で測ってるんですよ、距離。だから昔とはね、全然違う、ね、そうですね、世界だね。